はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。今日はですね、ちょっとね、久しぶりに、一人語りをやってみたいなと思います。なんかね、興味のある人が、お酒とか飲みながらね、だらだら見る感じの動画を撮りたいなと思ってます。はい。ちょっとね、インフォメーションなんですけれども、5月27日にですね、エヴァン・マリエンのジャパンツアーのうちの一つで、大阪が公演が5月27日にあります。エヴァン・マリエンっていうのは、アラン・ホールズワースとやってましたよね。ツアー、最後の方ツアー回ってましたね。エヴァン・マリエンが、日本ツアー、ジャパンツアーをやりまして、その5月27日が大阪なんですが、そこで僕が、参加させていただきます。これね、この日はね、ベースサミット大阪っていうタイトルなんですけど、すごいベーシスト必聴のね、イベントだと思います。ベーシストね、エヴァン・マリエンとね、宮地亮と、森岡克爾っていうね、この三大 スーパーベーシストがね、一堂に会しまして、各バンドで演奏を繰り広げるわけですね。そこにちょっと、ゲストギタリストという感じで僕がギター弾く場面があります。場所がですね、パリミキ雨村店、2階のイベントスペースとなっております。はい、50名限定になってますからね。はい、そんな広いスペースではないと思うので、ちょっと早めに皆さん押し込んでいただいた方がいいんじゃないかな。これすごいんで、アランと一緒にやってたエヴァンと一緒にアランの曲ができるっていうのはとても僕もね、楽しみなんですけれども、はい、ちょっとね、インフォメーションさせていただきました。あとね、こういうね、バンバン僕が喋ってる動画、メディアブルっていうところでサブスクやってますので、そこではね、ガチのホールズワーシーなギターレッスンもやってますし、こういう喋り系のトーク系の動画もやってます。トーク系だけでよければ安いプランもありますし、月に10本ぐらい動画出してるんでね、価値はあると思いますけれども、気になる方いらっしゃいましたらメディアブルの方もご視聴ください。それではそう思ったかというと、ちょっとね、ある方から断捨離の中でですね、アラン・ホールズワースのインタビューが載ったジャズライフがたくさん出てきたから、関君あげるよって言って、たくさんくださった方がいらっしゃいまして、それがね、僕があんまり持ってない時代の古い時代のやつたくさんあったのでね、この中からね、僕は面白いなと思ったことをちょっと参考にして喋、りたいなと思うんですけれども、情報っていうものはあまり重視してなかったので、このもらったやつもですね、自分の分析が正しかったのかどうかっていう答え合わせみたいな感じになってですね、すごく楽しかったんですね。で、今回はこのジャズライフの、これいつのやつや、1990年、今から33年前のジャズライフいただきましたので、当時670円、670、今も倍ぐらいかな。で、しかもこれ厚みが半分ぐらいですよね今、それはいい、さておいてですね、パッド・メッセニーが表紙を飾っておりますね。当時これをリアルタイムイブに呼んだ人も、この動画見てる方ならいらっしゃるかもしれませんし、まだ持ってる方いらっしゃるんじゃないでしょうか、好きな人だったらね。はい、これがね、今回ちょっと面白いなと思ったやつなんですけど、ピックアップしていきたいと思いますね。まずね、やっぱりね、タイトルのとこにバーンと一番最初に一面に出てるこの言葉は一番衝撃的ですよね。ビバップのサウンドにならないように意識的にプレイしているってアランが言ってるんですね。はい。ちょっとこれちょっと読んでみましょう。質問者がですね、あなたのギタープレイは多くのギタリストたちの注目を集めています。特にインプロビゼーションについては、
独自のアプローチの仕方があるのですかっていう質問に対して、私のやり方はほとんどの人がやっているようにコードシーケンスをアナライズして、そこから自分のできることをできるだけプレイするだけだ。ただ一つみんなと違うのは、私の場合ビバップのサウンドにならないように意識的にプレイしていることだと思う。私は今までのキャリアの中でビバップをプレイしていたことはないし、単に自分独自のサウンドでビバップとは違うフレージングをしたいと思っている。いつかはインプロバイズがうまくできるようになりたい。ずっとそう思っているんだ。これものすごい深いです。はい、あのね、90年なんで、これね、いつかインプロバイズがうまくできるようになりたい、ずっとそう思ってるんだ。ホールズワースですよ。いつかはなりたいって、もうこれね、90年なんで、アルバムシークレッツが出た後なんですよね。そしてこの数年後に、唯一のジャズスタンドアルバム、スタンダードアルバムの何 too soon を数年後に出すわけなんですが、すごい説得力あるんですけれども、この人が、いつかインプロバイスがうまくできるようになりたい言ってます。ね。この天才をして僕ら凡人はどうしたらいいんでしょうかね。はい。っていうのとですね、この33年前にアランがこんなこと言ってるんですよね。ビバップのサウンドにならないように意識的にプレイしてるし、私は今までのキャリアの中でビバップをプレイしたことはないって言ってるんですよ。ね。この33年経った今現代ですら、このジャズフュージョンやってる人でね、あ、ビバップなんか通らなくてもいいよって言える人、誰がいますか？僕は未だに、それを言うのは、はっきり言って、怖い。ね、大物たち、いろんな大物、ジャズフュージョンの大物たち、みんな声を揃えて、そこを通ってなかったらもうジャズにはならないとかね、そういうプレイヤーは信用できないとかね、結構言ってます、大物のプレイヤーたちみんな。その辺をはっきりとね、言えるっていうのはなかなかこのご時世でも難しいんですけれども、これを30年以上前にね、今までのキャリアの中でビバップをプレイしたことはないし、ビバップのサウンドにならないように意識的にプレイしてるって言ってる人がね、あのアルバム何 too soon のすごいジャズアルバム出すわけなんですよ、この数年後にね。どう思いますか？いやいや、何 too soon 聞いてもね、これはソロをかっこよくするための音楽であって、ジャズじゃないっていう言ってる友達はいますよ。古いジャズ好きの人にはそういう彼と同じ意見が多いので、まあまあ、あのなんてすんが、まあ、僕はもうものすごい歴史的の価値のあるジャズアルバムだと思ってるんですけれども、まあそうじゃないと思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、何がすごいっていうのは、ビバップのフレーズ全然出てこないのにビバップの曲を高次元で演奏してるっていうところがすごいんですけれども、まあ、あの聞いたことない人はぜひ聞いてみてください。ディストーションがかかってるギターってなので、ちょっとねサウンド的にドラムとかベースピアノもエレピになってますし、あのサウンド的にはフュージョンのサウンドしてるんですけれども、やってることは完全にジャズですし、今のニューヨーク系のジャズスタイルっていうのはこの影響が大きいと思ってるので、聞いたことない人は本当に聞いてみてください。なんかコルトレーンの曲こんなことになるのかっていう恐ろしいね、How Deep Ocean もこんなアランが弾くとこうなるのかみたいな、あの本当にねオリジナリティの極地に、あると思いますね。これはね、ただちょっと言えることはですね、まあアランはですね、あのジャズじゃ通ってないのかというとそうでもない。全然そうじゃないんですよ。それはどういうことかというとですね、この質問、ジャズスタンダードを練習したことはありますかっていう質問に対して、父親に習い始めた頃
に彼からスタンダードのプレーのやり方を教えてもらったけど、その後はずっとやってない。周りにスタンダードプレーする人もいなかったし、それにプレーし続ける理由もなかったからね、っていうことでね、本当にね、本当にもろには通ってないんですけれども、父親がね、プロのジャズピアニストだったんですよね。それはね、有名な話で、このインタビューじゃなくても分かってる話なんですが、これはね、父親がプロのジャズピアニストだったので、彼から音楽について、たくさんのことを教えてもらったんだっていうとこはあるようにね、アランのね、根底に流れてるものはスタート地点でもうジャズだったんですよね。うん、ジャズプレイヤーから教えてもらった音楽的な要素、そして聞かされてた音楽、ジャズだったんです最初はね。うん、なので、あえてビバップの語法をやろうとしなかったけれども、体の中には自然にジャズという音楽は入ってたと思うんですね。それはフィーリング聞いてたら間違いないなと思うんですけど、あんだけ超絶テクニックで全然違うフレーズ弾いていつつもやっぱスイングしてる感じがあるんでね、あれはもうジャズを通らずに、例えばロックだけを通ってきた人間ができるスイング感覚じゃないんで、あれは入ってると思いますね。うん、だからそういう環境もあるし、やっぱりね、誰でもできることじゃないんですよね、やっぱり。本当にね、あえてやらないっていうのはね、完成したら、アランのように完成されるとこまで、高次元なとこまで来たら、本当にオリジナリティがあって素晴らしいとこまで行くんですけれども、そうなるまでの間はね、絶対に人から揶揄されるしね、そんなものジャズじゃねえとか、なんて言うんですかね、例えば、ビバップのフレーズを習ったら、例えば1年後にはそれなりのフレーズができるようにみんななるのに、それを通らなかったら5年経っても10年経っても全然できなかったりしたりするもんなんで、なんて言うんですかね、遠回りをしてるといえば遠回りですよね。うん。でも、だからどちらを取るかですね、すぐそれっぽいことができるようになりたかったら、もう過去のそういうのを学んだ方がいいし、いや、すぐできなくても、とにかく人とは違うオリジナリティで何かを完成させたいと思ったら、何十年もかけて、下手したら、まあ、死ぬまでにできないかもしれないっていう茨の道をね、通る必要があると思うんですけどね。だから、まあ、質問されても完全な正解っていう答えはないようなもんなんですけれども、まあ、アランぐらいね、やっぱり孤高のオリジナリティを追求する人は、そういうふうな選択を取れるんですよね。なかなか凡人にはできないことだと思いますし、基本的には通った方がいいっていうふうに言っておいたら無難なんですけれども、無難なんですけれども、やっぱり高次元なね、やっぱり芸術っていうのはそういうオリジナリティとか、なんていうんですかね、新しいものを生み出すっていうことに価値があるんで、本当に価値のあるものはすぐにうまいうまいって言われるような、あ、そうそう、そのフレーズって言われるものより断然僕は価値はあると思ってるんですね。はい、話が長くなりましたが、いろいろちょっと他にもいろいろね書いているんで、喋っていきましょう。